今日はホワイトアルミナのコンビ砥石を紹介します。ご覧のように真ん中で2つに分かれていますね。こちら側とこの面があります。こちらの面も少し硬い面になっており、カミソリを研ぐのに非常に良い面になっています。反対にこちらの面は包丁など研ぐときに有効になっております。同じ粗さのセラミック砥石と聞いていますけれども、薄い面ですね。薄い面の砥面、この砥面が非常にカミソリを研ぐときに有効な砥面になっています。これはお友達のリノさんからいただいた砥石ですけれども、詳しくは分かりません。多分試作品ということです。通常はこのようにして円を研ぐということですね。まあこんな感じでしょうか。こういう感じでも研げますね。なかなかこのような優秀な金蔵砥石は見つかりません。残念ながら量産されているかどうか、また販売されているかどうかは分かりませんので、その辺が問題かなと思います。まあ詳しくは多分この動画を見て、コメントしていただけると思いますので、それを待ちましょう。以上がセラミック砥石コンビの紹介画面です。だいぶ使い込んでおりますね。